どうもこんにちは、カノカズマです。本日はネットフリックスで最も視聴された動画ランキング2020、今回のランキングはこんな感じになりました。いやー、僕はねほとんど見てねびっくりするぐらいね見てないですね。もうネットフリックスはねもうほぼほぼ毎日のようにね使ってるのに全然知らない。これはほんとよくないなまずね、第10位、スイートマグノリアス。これは、30代女性の、まあ、恋に、仕事に、家庭に、そんな感じの悩みを描いたロマンスドラマらしくて。へーって感じで。ね、僕はね、そんなに興味はないですけども。そして第9位、ザ・サークル。これ、リアリティショーですね。なんか出演者たちが、その、部屋の中で、そのネットというか SNS を使ってやり取りをして、でまあそこでいろいろとこう自分を偽ったりとかして、それでみんなから人気者になるためにいろいろと工作したりなんかして、でそれで優勝賞金10万ドルを狙っていくっていう、そんな感じの番組で、まあ僕1話ぐらいしか見てないんですけど、あそこから面白くなるのかなもうなんかやめちゃいましたけど、僕今年はあれ、ザ・ジレンマっていうね、リアリティショー見ましたけど、あれはね、なんか海外のキス我慢選手権って感じで、ね、面白かったですけど、まあやっぱりね、リアリティショーはね、どん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 過激になってますからね、今。ほんとね、良くないよね。今年はね、いろいろありましたしね。まあその人気者になりたいっていうね、気持ちはね、僕もやっぱこうネット活動してるのでね、多少はね、わかりますけども、それをね、ちょっと周りが煽りすぎてるところはね、やっぱこういう番組でね、ちょっと煽ってるっていうのはね、まああんまり良くないなっていうところもね、ありますね。そして第8位、ラチェット。こちらは、格好の巣の上でに登場したラチェット看護師長の前日談にあたるお話らしくて、ね、見てないですけど、これをね見るんだったらやはり格好の巣の上でをね見ようかなと思ったけども、今んとこそれ見れるところがなくてね、どうせねラチェット配信するんだったら格好の巣の上でをね配信してくれてもねいいと思うんですけどね。日本、まあ、アメリカでは見れるのかな、日本は見れないって感じかもしんないんで、いやまあ本当に格好の巣の上でを見てから見たいです。そして第7位、私の初めて日記。これインドの、そのインド人が主役のドラマで、インド人の女子高生が青春をしていくコメディドラマっぽくて、まあ予告を見るとね、結構面白そうだなと思いましたよ。うん、だから結構見たいなと思います。で、6位、クイーンズギャビット。はい、こちらは、なんだか60年代とか70年代ぐらいの、まあそういう昔の時代、その女性が不遇だった時代にチェスで成り上がっていくお話を描いた感じで、これめちゃくちゃ今人気らしいですね。もう世界的にも、そのいろんなランキングでも、その世界中で1位を取るぐらい、すごいらしいですよ。まあ、公開したのがね、もう秋とかなんで、まあ6位なんでしょうけど、まあ本当にもう、普通、もう本当1位ぐらいの、それぐらいの勢いのある作品ですよね、これ。まだ見てないですけどね。見よう見よう思ってね、全然ね、見れてないな。そして第3位、スペースフォース。こちらはスティーブ・カレル主演のコメディシリーズですね。宇宙飛行士っていうか、まあ、NASA で働く人たちを描いた。そんな感じの。NASA だったか忘れたけど。まあ、そんな感じのコメディで、まあ、つまらなくはなかったけど、めちゃくちゃ面白かったかって言われると別にそんなでもないから、僕はね、評価はそこまでしてないですけども、まあでもやっぱりアメリカ人的にはスティーブ・カレルのコメディっていうのは、まあ、やっぱりもう定番なんでしょうかね。オフィスとかもね、ありましたからね。だからまあ3位にまで食い込むぐらい人気なんですか？はあ、そうですか。そして第2位、ロック&キー。これもね、話題になったね。なんでしょう、なんかこう、第2のストレンジャーシングスって言われるようなファンタジー系のドラマで。これもね、見よう見よう思ってね。全然見てないからね。うん、最低だな、俺。そして第1位が、タイガーキング、ブリーダーは虎より強者。これね、全く僕知らなかったんですけど、まあドキュメンタリーシリーズで、なんかまあ見た感じ内容が、
上エキゾチックと呼ばれる動物園を営むド派手な男が殺人依頼を企てたとして連邦刑務所に収監されるまでを追ったドキュメンタリーらしくて、まあ、とにかく変な人たち、変な出来事ばかりが、そのイカれた人たちばかりが出てくるような、そんなねドキュメンタリーシリーズらしくて、いやなかなか面白そうだなと思いますね。これ制作スタッフがファイヤー夢に終わった史上最高のパーティーってドキュメンタリー映画を作った人たちらしくて、あれもね本当いろんな意味で面白かったんですよ。そのフェスをね開くためにむちゃくちゃな計画をして、でそれでもうむちゃくちゃに終わったっていうそんなドキュメンタリー映画で、だからまあそういう意味で本当に頭のおかしい人たちばっかりが出てくるシリーズなんでしょうね、これも。だからね、これ結構本当見たいなと思いますね。まあぜひともね見たいなと思います。はい、ということでこんな感じでした。まあ来年はねその日本のドラマにはねもっと頑張ってもらいたいですね。今の国のアリスとかね、来年に入ってくるのかな。なんかその時期的にさ、なんかこう、もう来年のこのランキングをやる頃には、もう話題になってないから入らないみたいなさ、そういうの、もしかしたらあるかもしんないじゃんで、そういう部分はね、なんかちょっと残念に思えるかもしんないけど、まあとにかく、来年は本当日本の作品、韓国ドラマに負けないような作品をもっとたくさん作ってほしいなと、そう思いましたね。はい、そんな感じで今回の動画これで以上です。また別の動画でお会いしましょう。お疲れ。